皆さんこんにちは、チャリッチョと申します。ベーカワさん主催、ベーカワ杯ではなく実況者杯、なんだっけユーカーカップでした、すいません、ド忘れだド忘れしてしまいました。ということで第2グランプリの方をやっていきたいと思います。第2グランプリはジャイロ縛りということなのでですね、あのハンドルを使う芝居ですね。まあみんなハンドルが結構初めてだっていう方多いらしいので、どうなるかが楽しみですね。ネオクパシティカーですね、しかもはい、そんで、ミネットさんが、来ましたので、これで12人になりましたね。ではやっていきたいと思います。とよいしょ、こんな感じでできてるかいきましょうか。さあハンドルですよ。おっと、ドリフトができませんね。さあサーナさんが一番前に出たかと思えば、今度は僕が一番前に出ていくの。ちゃんとカメラにずせていくか大丈夫かなっていうところもちょっと心配で、ああしまったくーやべちょっと心配ですねよいしょ。さあカズさんとライバンさんが前に出てて、一番前でサナさんが飛び出していった。さあしかしライバンさんが赤コラ持っているってこともあってね、そんなに控え、なんだろう、アイテムを使っていけないっていうか、チャナさん抜け出してるよ完全に。さあこれはちょっと後ろだ、あなんでこんなに赤コーラ来るんだ、さっきから思うことはなんで僕に対してこんなに赤コーラ来るんだろうな、今日はプレゼントでいいかなよいしょ怖いよライバーさん、怖いよさあどういうことが先ほどのグランプリで優勝した K さんの姿は全く見えず、そして逆にサナさんが一番前だったかと思いきや、おっと落ちてった、サナさんがさあそしてトゲを消すのは僕、しかしキノコを持っている。さあこれはトゲ回避を決めていきまして、よいしょ、こっからですね、もう一番前で出てしまえばもう関係ないか、よしよしよし、あーここでサンダー来て、さあ回避がいますね、回避2人いる、2人っぽいですね。2番手に上がってきてイカガール、ガールちゃんが2位に上がってきて、うん、コインがなかなか取れない。さあラリーちゃん頑張って、よいしょ、あー2個アイテムが取ることができないよいしょ、危ねえ危ねえ、ちょっと、おお、あー落ちない、あ落ちたてか微妙にスティックがに手が当たったからなんかスティックで曲がってしまったようにも見えるけどすいません、少し手が当たっただけなんで大丈夫ですたまにね、癖でね、手に当たっちゃうわけなんですけど、まあ、しかしもう大丈夫でしたね、危ねえ、よかった、よっしゃ、ハンドルなら大丈夫です、ハンドルなら大丈夫ですっていうか、僕も大丈夫じゃないんだけど、まあ、なんだかんだで最後は勝つことができました、ありがとうございます。はい、ということでですね、ようやく1位になることができましたね。さあやっぱり不慣れな方はどうしてもこの辺はちょっとこのコースってこともあって苦労するみたいですね。はい、こんな感じになっております。なんかたまにねハンドル表記されないってことはあるみたいなんですけど、さっきの僕の1コース目の時みたいにね、まあハンドルになっていると思います。さあということで2コース目はリンリンメトロですね。まあ通常だったらな一番の得意コースなんだけどどうなんでしょうか。よいしょスタート、いやまあ演奏してたわね、仕方ないですね。何の意味もないよね、まあ、いつも通りのね演奏しての儀式ですねちょっとだけハンドルだから今日はちょっとだけもう僕は儀式する気がなくてもね意図せずしてね、おっとっとっと、まあ演奏しやすいわけですけども、うおい、あぶねえ、また自分のところに来たかなと思ったんですけど、そういう心配はなかったようです。ライバンさんとカズフォーミュラさんが前に出ている。さあ2人をどうにかし抜かしていきたいところだね。はい、ほい、やほい、いいですね、よし、当たってねえのか。まあでもライバンさんがどこがボー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 ってなっちゃいましたけど、はい、危なかったですね。よしじゃあ、さあとりあえずついていきたいですね。よいしょ、さあもうこういう時はもうあれですよね、隔離しておきたいですよね。ああやって緑コーラ持ってる時にですね、
前出てしまったら僕が逆に引っかかりかねないんで、この電車とか引っかかりそうなんだよ。よいしょ、よいしょ、しっかりと処理していきましての、よいしょ、さあ大丈夫ですね。今のところライバンさんが引き続き2番手に続きましての、さあこれでそのまま3周目に入っていきます。4番手10ゲーム、これはサナさんの方かな。さあ3番手は確かベビーロゼッタだかカズさんですね。もうこの4人の争いになってる、そんな感じですね。さてとこのまま逃げ切りたいところではありますが、後ろから赤コーラが来て、これはライバンさんにヒットしない。オートアブレベル、しっかりとブレーキを使っていきながら行きましょう。よいしょ、うわそれは、よいしょ、後ろ、あー見どこか、うートゲが来ましたね。早いなトゲくんのトゲくんの早いな。よいしょよいしょ、あー使うの早いじゃなくてダッシュに含むの早いだった。よいしょ、ラッキーでもキロコが出てきてるよ。よいしょ、また赤子来たんじゃないか、違うかミスったいやートゲ回避ミスりましたねみんなうまいかななかなか勝てないですねいやーもうでもいい感じですねとはいえいい感じ。いやライバーさん強いあれまた2位だ総合。えこれ僕また AA の2番手になっちゃうやつですかはい、3コース目ベビーパークですね。あれこれ走りやすいコースじゃないかなと思われがちですけど、曲がるとこばっかだからどうなんですかねちょっとね、実はここも何の意味にきちんコースなんじゃないかっていう説があるんですよ僕の中ではねいやー緩いカーブだからそうでもないのかな、やっぱり思い過ごしくだったようですね。さあそんなこんなでやっぱり前出てくる人がいますね比較的楽なコースってこともあって、さあカズさんが一番前で、だがインを切っていくぞ僕は。さらにインを切っていく。危ねえ、あれ僕に赤コーラ来なかったから、なんか赤コーラ消えた。あ、危ねえ今よくかわせたなよく今かわせたな。さあということでカズさんがまたも一番前で、これはちょっとほい、さあ赤コーラを削って、ほい、よっしゃ、鬼畜に赤コーラをさらに投げていくスタイルですね。よし、さあ5周目に、もう5周目か、やっぱビビは早いなてかいつもだったらやってる儀式を今日はやしてないからか、なるほどそれはあるかもしれない。いつもだったらですね、これスタートの時にですねわざと演出してちょっと下がるなりしてのちょっとキラーが来てたんで怖いですね危なかった。嫉妬化してですね、あのまあいい相手も取りに行くっていう作戦に出てるわけなんですけど、今日はそんな作戦は捨てた初めて僕がそれを捨てた瞬間儀式を捨てたチャリッチョですが、さあ大丈夫そうですね。よし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 、やったぜいいですね問題なかった、みんな曲がりやすいからどうなんかなって心配はあったんですけど大丈夫でしたねよかったよかった。さあなんとか1に立てた、これは負けたくないあれ着替えますねオレンジジュース飲みに行きましょう。はい、ファイナルレースはヨッシーサーキットですね。まあヨッシーサーキットも結構曲がりが多いので落ちないように気をつけながらやっていきましょう。ここも儀式コースだけどあえて演奏しないあえてしません、あえてしないとか言いつつね、さっきのリンディメトロみたいに演奏する危険はあったんでちょっと怖かったんですけど、ちょっとカズさんあれあえてショートカットしない、それともちょっと不安ながらできなかった的な、今のライバンさん落ちていくの見えたからちょっと不安になってやめました的な感じかもしれないので、ちょっと警戒しておきましょう。ちょっとインチつきすぎる、さあやってしまいましたよ。さすがカズさん F1 とかやってるだけあってやっぱハンドルさばきもうまい。おっとユウキさんが前出てきた、さあハンドル慣れしてきたのか。うわーい、赤コーラやっぱ食らう率が結構高めですね今日は。うん、パックン、なるほど、赤コーラ持ってますね、これは食べて、うわーいやばいやばい、笑う、怖いですね。トゲがもう行きました。カズさんキノコ持ってるやん、かわされますねこれで。ここはキノコでさばきましょう。よいしょ、うん、やっぱり避けられたっぽいですね。おわらぎ、ライバンさんが後ろから来たと思ったらここでサンダーですね。お、いいですね。だが前がゆうきさんが赤コーナー持ってる状態だな。これもうそのこともう前出ちゃってさ、おっと危ね、あれ自分に来なかった、ラッキー行幸これが行幸プレイ、思わぬところから来る幸せ行幸。
行幸って言葉はですね、なんと最近ですね、あの藤井六段が使ったっていう言葉らしいので、いやーもう本当光栄ですね光栄ですねって彼は僕のこと知らないはずなのになあの藤井六段が使った言葉行幸ってとか言ったらなんかかっこよく聞こえるよねって勝手に一人で言っていくしょ。さあそんなこんなでなんだかんだで独走しているけれど、うん、怖いですね。ちょっとトゲゾウだけがやっぱ怖いですけど、よいしょ、2個アイテムのところに容赦なくアイテムを仕掛けていきましての、よいしょ、大丈夫大丈夫、よいしょ、うわーマジか、間に合わなかった、あー白かき、オッケー、無敵判定で助かりました、ありがとうございます全グランプリとは打って変わって4コース中3回1位です。いやもうやっぱね、走るだけでも苦労するはずだったからどうなのかなと思ったんですけど、なんだかんだで3回1位取れましたね。よし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 、55点、いいですねやったはい、やりましたね、1位無事に取りました、よかった、緊張もすっかり解けましたねこれではい、じゃあ第3グランプリに続きましょう。ご視聴ありがとうございました。